鳩は歌う夢を見るわ。バンドメイドの歴史やメンバーたちから多くの着想を得ていますが。作中のキャラクター、会話、出来事は全て完全にフィクションです。物語に合わせるため、一部は改編、あるいは創作されています。それでは、今回のお話をお楽しみください。さて、物語の序章を終えて、いよいよ小鳩ミクとその思いがけない出会いを見ていくことにしよう。この章では、舞台が熊本から東京に移り、新しいキャラクターの新しい物語が始まる。私はミクと言います。熊本でお母さんおばあちゃんと一緒に住んでいます。まだ学生ですが、たくさんバイトしています。しばらく前からもらった給料を全部貯金するようにしています。でも時々ヘトヘトになってしまいます。本当にヘトヘト。ミクちゃん。佐藤さん、はるみって呼んでってば。ごめん、はるみちゃん。なんか私、今すごいプレッシャーで。なんかあったの？今日の夜、お母さんに上京するって言おうと思って。え？上京するの？なんで？でも私、カフェのバイト始めたばっかりなのに。これから誰が私の支えになってくれるの？はるみちゃん、ごめん。誰か他の人探さないと。私、上京して音楽で生きていこうと思う。でもやっていけそう？大丈夫。計画はもうあるんだ。頑張って、ミクちゃん。ありがとう、はるみちゃん。うん。じゃあ、行かないと。東京に行ったら連絡してね。うん。連絡するね。バイバイ。ただいまー。おかえり。もうすぐご飯だよ。相談したいことがあるの。何の話なの、ミク？お母さんを安心させるために長い時間をかけて自分の計画を説明した。私の中では何もかもはっきりしてたけど、一人で上京してやっていけるっていうことを説得しなきゃいけなかった。ミク、わからないけど、もしミクの身に何か起きたらどうするの？でも…行かせてあげよう。え？本当？ええ、行きなさい。自分の人生なんだから。夢を追いなさい。ふん。これが本当にミクの夢なの？そう！多分そう。でも行ってみないとわかんない。お願い！行かせて！自分の子供の夢の邪魔をするわけないでしょう。お母さん、ありがとう。毎日連絡してね。わかった。最後の箱詰め、ついに準備完了。いよいよ東京。信じられないかもしれないけど、もう東京で仕事を見つけてあるんです。なんだと思います？バレバレですよね。でもこの仕事が大好き。それに歌の練習もできるんです。お母さん、送ってくれてありがとう。うん、誕生日にお願いされたしね。こんにちは。メイド喫茶のご利用いかがでしょうか？飲み放題900円です。あ、あの子かっこいい。ん？ああいうメイド服どう思う？好みじゃない。
あ、そう、どうして？ああいう服着たらきっと落ち着かないな。私には重すぎ。ふん。萌え萌え、キュン。着たら、かわいいと思うけど。え？すごいびっくりした顔。もう、お母さん。はいはい。どこ行きたい？新幹線見れるかな。また。お話し中のところ申し訳ありません。え？芸能事務所で働いている高橋和弘と申します。お名前を伺ってよろしいでしょうか？私は玲子で、こちらが娘の佐伯です。はじめまして、こんにちは。実はモデルとして活動できる方を探しておりまして、佐伯さんがふさわしいのではないかと思い、お声をおかけしました。私が？なんで私をスカウトしてくれたんだろう。本当にモデルになれるのかな。安室奈美恵さんをはじめとする多くの芸能人の方々が所属しています。安室奈美恵、もし興味がございましたら。はい。ではこの住所に明日来ていただければご説明いたします。わかりました。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。お気をつけて。こちらこそよろしくお願いします。で、どう思う？行ってみたい。本当に？行きたい。新幹線まだ見れる？見に行こうよ。はあ、分かったよ。行こっか。